ブランカ・ブラシッチは、クロアチアの陸上競技選手である。身長193センチメートルの超新選手で、女子総高跳びで2メートル08センチメートルのクロアチア記録保持者である。跳躍成功後、マットの上でダンスを踊り喜びを表すことでも知られている。彼女が生まれる直前の1983年9月に、 モロッコのカサブランカで開催された地中海競技大会に父が出場。カサブランカにちなんでブランカと名付けられた。20年以上破られていないステフカ・コスタディノバの持つ世界記録にあと1センチメートルと迫っており、更新を目指している。2008年北京オリンピックでは銀メダルを獲得した。世界選手権は大阪、ベルリンの2大会連続で女王に輝いた。 2010年はダイヤモンドリーグで7007章の成績を上げてトロフィーを獲得。同年11月、男子800メートルのデイビッドルディシャと共に2010年度 IAAF 世界最優秀選手賞を受賞した。父親でコーチでもあるヨシコブラシッチは元樹種競技選手で1983年に7659点の樹種競技のクロアチア記録を樹立し、今も 国内記録のままである。母親のベネラ・ブラシッチもバスケットボールやクロスカントリースキー選手として活躍した。弟のニコラ・ブラシッチはサッカークロアチア代表選手でチェスカ・モスクワに所属している。ボルト、弓矢ポーズで世界を射抜く。イコール世界陸上パフォーマンスランキングベスト32009年8月11日。ヤフーニュースハットボブ・ラムズック、ルジシャビラジック。 ファミリアファースフェノメナルディーズ2010ワールドアスリートオブザイ,イヤー IAAF 2011年8月26日閲覧 ABTBS 世界陸上ベルリン選手情報ありがとうございます